はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、足を細くするためとか、180度開脚をするために大切なストレッチを紹介していきます。この180度開脚ができる方はですね、基本的に足が細いです。できない方はですね、太ももの前と裏のバランスが悪かったり、内転筋が硬いとか、股関節が硬いとか、そういった原因が必ずあります。前屈はできるって方も、開脚はできないって方もちろん多いです。というのもですね、前屈というのは、ふくらはぎとハムストリングが柔らかければ、このように、前屈ができます。ですが、開脚というのは、足を横に伸ばす必要があるので、前もも、内もも、裏ももが同じように柔らかくないと足が伸びないです。例えば、前ももが硬ければ、ちょっと膝が曲がっちゃいますし、内転筋が硬ければ、足がね、横に広がらないです。もちろん股関節が硬くても広がらないです。ですので、大腿直筋、ど真ん中ですね。で、内転筋、ハムストリング、股関節、そこが柔らかくないと開脚ができないです。で、開脚ができるようになるとですね、もちろん筋肉のバランスがいいですから、足がつるんとした前ももで、ほっそりした疲れにくい足になります。で、そこで開脚に関しての一番のポイントはですね、股関節にあります。まず股関節がこういう感じで、横に伸びない人はまずここから足も伸びないです。これがこうなっちゃう人。真横に足が来ない人はですね、要するに足が90度とか広がらない感じになってしまいます。そこで一番大事なのはカエルストレッチです。カエル足、今みたいにですね、こういうカエル足を作って、これで体を起こして股関節と内転筋をぐっぐっと伸ばします。ここ一直線です。一直線でこういう感じで体を上下に落としてですね、股関節と内転筋を伸ばす必要があります。あともう一つは、今のカエル足の状態で肘をついて、お尻を前、後ろ、前、後ろって動かす必要があります。今みたいにまず股関節を伸ばす。そして今のカエルストレッチの状態で肘をついて、お尻を上下さすことによって、力が入りやすい股関節と内ももを緩めることができます。そのコツがつかめてくるとですね、180度開脚がこのようにですね、できてきます。で、股関節が柔くないと足が前に倒れないので、180度になりきらず、160度ぐらいでつま先が上向いたままで、こういう前屈になってしまいます。ここからもう一踏ん張りするためには、股関節を今みたいなカエルストレッチで柔らかくして、足をしっかり180度開いて、つま先を前に倒して、体も前に倒す。そうすると、このように180度にできることができます。今みたいにしっかり股関節を広げる。そして前ももが硬い人はですね、こういう感じで、前ももをしっかり伸ばしてください。足をしっかり折り曲げて。かかとがお尻につくぐらい前ももが柔らかかったら、スクワットをしても、前ももに働きにくくなったり、日常的に足が疲れにくい足になるので、前ももが硬い人は必ずこのように、かかとがお尻にちゃんとつくように、ストレッチをしてください。足を鍛えても細くならない方はですね、ストレッチが大切です。前屈ができる人はですね、裏ももの筋肉が弱い人は筋肉が柔らかいので前屈ができると思います。ですが、そういった方が前ももばっかり鍛えてしまうと、前ももがちょっと膝がね、曲がった状態が楽な人はですね、前ももがムキッとしやすいです。ですので立った時に、こういう感じで立てれてたらいいんですけど、ちょっと膝が曲がってて、こういう風にね、膝がもう少し後ろに伸びる幅がある人はですね、前ももが硬いですから、必ずストレッチです。今みたいなストレッチを心がけることでですね、エクササイズがよりバランスよく足に効いて、前ももだけに働かないように、裏ももを鍛えることができて、
内転筋、大腿直筋、ハムストリング。この3つがバランス良ければ開脚ができます。で、開脚ができるようになってくるとですね、足が必ず綺麗になってます。ということで、180度開脚がなかなかできない人、足が細くなりにくい人はですね、今みたいなカエルストレッチをやってください。基本的にはエクササイズ後とか、お風呂上がりとか、体が温まっている時にしっかり伸びます。それで慣れてくると、体が冷えている時にももちろんやってください。そうするとだんだんと足が広がって、筋肉が柔らかくなって、エクササイズをしても疲れにくい足、太くなりにくい足を作ることができます。基本的にストレッチの時間っていうのはですね、個人差がありまして、コツがつかめている人はですね、まあ僕なんかは大体毎日ストレッチやってますけども、正直10秒、15秒とか、あれぐらいです。一回ピーンと伸ばしたら、そこはキープできます。でも一日しないだけで、ちょっと硬くなります。で、硬くなってくるとその次の日も硬い状態をキープしますから、毎日一回ピーンと伸ばせば、そこはキープできますので、毎日少しでもね、やってもらえたらと思います。で、なかなかね、力がついつい入っちゃう。柔らかくなりにくい。そういった方はやっぱり時間がかかります。ゆっくり時間をかけてストレッチして、自分で足を触りながら、痛かったら力が入ってしまうんですけども、痛い時に力が入ってないように、ちょっとずつコツを掴んで、力が抜けて足が伸びてくれば、どん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 こう柔らかくなりますんで、そういったことを意識しながらストレッチをしてみてもらえたらと思います。ということで今回は180度開脚ができない方、体が柔らかくなりにくい方、足が細くなりにくい方におすすめなカエルストレッチでした。便利だった方、頑張った方、よかったらグッドボタンとシェアボタンよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。